ウェストコーストコンピュータフェアとは、かつてサンフランシスコを中心に年次開催されていたコンピュータ産業の会議及び日本誌。最初の開催は1977年にジム・ウォーレンとボブ・レーリングによって計画された。当時としては世界で最も大規模なコンピュータ日本誌で家庭へのパーソナルコンピュータの普及を意図したものであった。ウェストコースト PC フェアはより特化した。 日本史として実施された。しかし、アップルが同じ PC ベースの日本史であるコンデックス以外での出展は断るようになり、ウェストコーストコンピュータフェアへの出展も切り上げた。1983年、ウォーレンは日本史の権利を300万ドルでプレンティスホールに売却し、後にインターフェースグループやコンデックスのオーナーであるシェルドン・アデルソンに売却された。 1991年までに計16回の見本市が開催された。ウォーレンが見本市を売却した後、数年の交流を経て、すぐに衰退した。最初の見本市は1977年4月16日から17日にかけて、サンフランシスコシビックオーディトリウムとブルークスホールで開催された。この出来事は、パーソナルコンピュータ産業の始まりとされることがある。 そこでは、チャック・ペドルが PET2001 を初めて披露し、21歳のスティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアックがアップル2のプレゼンテーションを行っていた。この見本誌でジョブズはアップル2を ESD ラボラトリの水島敏夫に紹介した。来場者には TK-80 や PC-8001 の開発を主導した後藤富夫やアスキー出版を立ち上げることになる。 聖和美子も含まれていた。そこでは、インテル、ミッツ、デジタルリサーチを含むおよそ180の展示があり、12000人以上が来場した。第2回ウェストコーストコンピュータフェアは1978年3月3日から5日に、サンノゼコンベンションセンターで開催された。この催しでは、最初のマイクロコンピュータチェストーナメントが行われ、サルゴンが勝利を収めた。 この見本紙について、アスキー氏は、ホビーストは見放されたかという見出しをつけた、リポート記事にて次のように表している。前回の TRS-80 のように、人の目を強く引きつけるようなスタンドアローンシステムは、残念ながら出てこなかった。今回出展されている機器を統合してみると、大まかに二つの流れが見出せる。ホビースト向けの製品であるか スモールビジネス向けの製品であるかである。実際、コンピューターショップでも売れていく製品の用途は、ホビー 70, ビジネス30とか50,50 50という。さらに、ここ数年のうちに30、70になるのは明白だという。これは、今の日本ではとても考えられないことで、日本もそうなっていくかどうか、という意味でも、非常に興味深いフェアだった。 第2回ウェストコーストコンピュータフェア速報、アスキー第2巻第4号、アスキー一瞬03865428。第3回ウェストコーストコンピュータフェアは1978年11月3日から5日に、ロサンゼルスコンベンションセンターで開催された。第4回ウェストコーストコンピュータフェアは1979年5月に開催され、ダンブリックリンが 最初のパソコン用表計算ソフトとなるビジカルクのデモンストレーションを行った。第5回ウェストコーストコンピュータフェアは1980年3月に開催され、マイクロソフトが同社初のハードウェア製品 Apple II で CP-M を動作可能にする Z-80 ソフトカードを発表した。第6回ウェストコーストコンピュータフェアは1981年4月に開催され、 アダム・オズボーンがオズボーン1を発表した。第7回ウェストコーストコンピュータフェアは1982年3月19日から21日に開催された。シビック・オーディトリウムのバルコニーやブルークス・ホールのトイレへの通路を含めすべての展示スペースが貸し出された。これが最盛期となった。第9回以降はモスコーニセンターで開催されるようになった。第10回の見本市の後、 ブルース・ウェブスターは、バイト氏へ次のように投稿している。ウォレンはやっと売却を打ち出した。日本史は縮小している。これはまだ死んではいないだろうが、もはや数年前のような影響力のある展示会ではなくなっている。IBM、Apple、AT&T による巨大なブースがなければ、日本史は他の小規模でローカルなエンドユーザーショーのようになっていただろう。 モスコーニセンターへの移転はその印象を和らげるものではなかった。メインフロアの大部分が未使用で規模が縮小された日本史という印象であったことを付け加えておく。ウェブスター、ブルース、ウエストコーストフェール、マックスタッフ、アンドザーミーがバイト、ピアニッシモ、401、https、アーカイブ、org、ストリーム、 バイトマガジン -1985 から09、1985、09バイト10から09ホーンブルイング、ページ、N383、モード、ニアップ2016年3月20通欄。第16回ウェストコーストコンピュータフェアは1991年5月30日から6月2日まで、モスコーニセンターで開催された。ありがとうございます。